ちょっともう忘れちゃったんですけど、うん、ORB か、あの ORB っていうあのゴールドの金メッキのプラグがあったんですけど、それ確か6000円ぐらいだったかな。それが意外と良くて、映像的には。で、音のなんか出方も変わってくるんですよね。で、もっとびっくりなのが、あの100円で売ってる普通のコンセントあるじゃないですか、あの姫メッキのやつ、あれも意外と良くて。だからなんかこれって、100円のコンセント、100円のプラグだけでもいいんじゃないかなって思いましたね。だから意外となんかその高い割にはそうでもないっていう。で、今はまあ映ってたら見えるかもしれないですけど、あのマリンコ使ってますね、姫メッキの。多分プラグも高いやつは必要ないんじゃないかなって思いますね。いろいろこういうのも機材マニアだったからいろいろ使ってみましたけど、言うてそんなに、なんだろう、値段が高いだけの恩恵は感じなかったっすね。でも電源ケーブルとかも面白かったっすけどね、いろいろこう触ってみて。まあでもなんかこういうのも一回実験でやってみた方がいいですよね。お金かかるかもしれないですけど、音がこうやって変化していくんだって。で、その変化に応じて自分の好きな音って何なのかっていうのをこう見極めてカスタマイズしていくっていうのも楽しみではありますけど、でも結果的には自分の場合ですよ、自分の場合は普通に戻っちゃいましたね。だから最初のなんですかね、今まで使ってたものの方が良かったっていう。まあでもこれはもう使ってみないと分かんないですから、そこはもうなんか試すしかないですよね。このメロディーが結構いいから、なんか結構今話が上の空で上の空で今話してたんですけど、なんか気づいてますかね、もう話になんか集中できないっていうか。ちょっと忘れね、このまた話のネタをちょっと確認しますので。あー、ベースのピックアップのおすすめでしたね。なんかまあピックアップって何がいいですかって聞かれますよね。でもこれってもう使ってみないと、だからもうなんていうか、この自分がいいと思ってるのがその人にとっていいってハマるかが分かんないんですよね。例えばその音がいいの思考って、いわゆるレコーディング向けなのかとか、ライブ向けなのかとかで、そのレコーディングだったらまだ修正聞かせられるから何でもいい、何でもいいって言い方じゃ違うんですけど、ライブとかって結局アンサンブルのこと考えたらレンジ狭い方がいいじゃないですか。まあ広いのをいじくって調整できるんだったらいいですけど、なんていうか結局レンジが広いと他のぶつかる楽器にぶつかってきますから、いらないわけで。だからそんなになんですかね、レンジが広い必要もないから狭くていいというか。だからなんていうかギターだったらまあハイによった音がいい、アンサンブルでハイによった音がいいですよね、ローいらないですし。まあ EQ で調整するんだったらもう別にレンジ広くてもいいですけど、扱いが難しくなるし。あ、でもギターじゃないか、ベースの話かあ、これかっこいいですね。これってカラサワっすかね、違うか、カラサワじゃないこれ、カラサワって昔からあるんですけど、カラサワでしたっけ、カラサワですよね、確かカラサワだったはずだけど、これあ左か、すげえなこれ、でけえな、カラサワの話か、話飛んじゃいました。あ、じゃあベースのピックアップかで、何がいいか、あのベースのピックアップですごい良かったのはあのノードストランドっすね。まあ、あのベースってご存知だと思うんですけど、あのベーシストはみんな知ってると思うんですけど、音量バランスすごい悪いじゃないですか。各弦で音がでかかったりちっちゃかったりするやつがあって、で、
ベースのピックアップって本当にメーカーにお願いしたいんですけど、ディマジオみたいにこのネジで調整するのが当たり前になってほしいんですよね。なんていうかこの音量バランスが合ってると思って作ってるのかなっていうのがすごい疑問なんですよ。特にあの4弦と5弦ですよね。4弦と4弦ベースって4弦の音がでかいか小さいかとか、特に5弦はもう分かりやすく5弦の音ちっちゃいやつ多いですよね。やっぱりなんかそのノーストランドのホームページ見たら分かると思うんですけど、この中でコイルの巻き数変えたりとかして太い弦と細い弦とでこのバランス取ってたりするんですよ。やっぱそういうことで工夫してるからなのか、使ってみたら結構音量バランス良くて、で音もいいですし、あれおすすめですよ。ベースのピックアップではそれですね、自分の中で印象にすごい残ってるのは。それ以外だとリンディ・フレーリンのなんかベースのシングルジャズベのピックアップですね。ちょっと型番は忘れちゃったんですけど、なんかいわゆるスタンダードのモデルでしょうね。なんか持ってくる人多いから、ジャズベのピックアップ交換で持ってくる人って大体リンディ・フレーリン多いですよね。最近はブログで調べたらおそらくリンディが多いと思うんですけど、リンディとそのノーズストランダーかなりブログで褒めたようなこと書いてるはずですよ。やっぱりもう世の中こう物が溢れてきてますけど、実際本当にいいものっていうのはやっぱ少ないですから、まあもちろんこれに好みとかの人それぞれの考え方や使ってみてのニュアンスが入ってくるとは思いますけど、ノードストランダー結構いいんじゃないかなって思いますね。全然おすすめします。だろう、このデザインだけで決めるってなるとちょっとなんか、パーツが多すぎて選べないっすよね。でフロイルローズの音ってあるじゃないですか、よく言う。なんかもう、あ、これあれか、あの違反パーツかこれ。軽いんですよね、意外と。なんか重量がこんだけの、なんだろう、大きさながら。あ、そもそも今あれか、重量をオーバーしてるんだ。脚部が弱いんですね、積載量が低いから。おお、でも積載量中級、あ、そうかそうか、そもそもやっぱりデザイン重視で組んでたからか。でもなんかこの中級の2脚ってかっこいいやつあんまないっすよね。積載量相当オーバーしてますっけ今。でフロイドローズの音ってあるじゃないですか。あのフロイドローズって例えばセッティングした時にこのナットでロックしてフローティングさせたら、全てのフロイドローズのギターって共通する仕様になるんですよ。だから原振動は基本的に一緒になりますから、だいたい似た音の感じになりますよね。やっぱりこの原振動を伝えにくいっていうのもありますし、これのままで出撃してみようかな。出撃っていうのはテストモードが確かあるはずなんだけど、何で軽量化させようかな。でもこれって結構軽量化させられなさそうな、この感じだと1000キロぐらい、1000キロぐらい軽量化しないといけないから、1000キロも落とせる。あ、これ予備武器がついてんだ。あ、肩か、これ。あ、こんなに今もう全然、じゃあ武器、
と肩の動きを一旦なくして最低限腕だけで腕に持つだけでやってみましょうか。かといってミサイルか、ミサイル削る、削ってもギリギリか、何で削ろうか、軽いコアパーツを、でもデザインで組みたいからちょっと、でもこれもそんなかっこよくはないか。なんだろう、この片方にとんがりがあった方がいいのか。話がフロイドローズでしたね。なんかそのフロイドローズって、だからフロイドローズの音っていうのは正しいと思いますよ。やっぱりあのフローティングさせないでこのブロッカーさんでこうつけちゃうと結構音変わってきたりしますから。で、あのフロイドローズのテンションバーってあれテンションが高くなるわけじゃないですからね。フロイドローズのテンションバーってこのナットにこの弦を浮かせないためにこうついてるパーツですから、基本的にあれはその弦がナットで浮かないようについてるパーツなので、あれはなんかその弦のテンションに影響するっていうものではないですね。で、そのフロイドローズのロックナットなんですけど、あれ精度が落ちてきてるっていうか、あの床面が反ってたりしますよね。だなんかあのフロイドローズのこのナットの高さ調整する前にちょっとそのロックナット面出しした方がいいですよね。あれ意外となんかこの平面性が悪くて、でそこ削ってまっすぐちゃんと面出してから調整しないと、ナット自体のその平面が、床の平面が悪いですから、そこもちょっとこの調整に影響が出るかなって、まあ気持ち悪いですよね、その面で当たってないってことで。とりあえず今重量オーバーなのか、まず違うよね。ちょっとこのすごい最低限の部品パーツで構成されてますけど、あんまかっこよくないっすね。とりあえずなんか操作してみたいから、なんかちょっとやってみましょうか。セッティング、リスタート、ターゲット、これは AC?てみよう。操作方法全然覚えてないですね。やっぱかっこいいっすよね。メインシステム戦闘モードを起動します。どんな感じだっけ。システムスキャンモード、あ全然わかんない。システムスキャンモード、全然わかんないね。どんなっけ、全然わかんない。あれ どうやってたっけ。見分残弾 30%。 あれどうやって脱出したっけ。バツボタンでジャンプして壁蹴るのは分かるんですけど、ダッシュ、こっちか、ダッシュが分かんなくて、もう結局もうこう、結局こうやってもうめちゃくちゃやるしかないっていう。残弾 30%。 あれやべ
何話したかもう全然覚えない。いやもう全然操作覚えてないっすね。ちょっとなんかまたやんの。ちょっと一回自由に動きたいっすね。これをメインシステム、どんな感じだったっけ。戦闘モードを起動します。確かスキャンモードの時はエネルギーの減りが少なくて、あれどうやってブースト使ったっけ。バツで、あれ、ああ、あれでもあれ、これって、あ、普通に、あれさっき歩いた時どうしたんだろう。ボタンが、ああ、丸ボタンはなんかよくわかんないやつだし。あ、システム戦闘モード、右手がで左がこれでしょ。あ、ミサイルが R1 で、操作方法はなんとなく、あれ、どうやって急降下しましたっけ、これ。